さあ今ゴングが鳴りました。45分の一本勝負タッグマッチ、先発はヤングブラッドがお兄さんのマークヤングブラッド、一方はスタンハンセンであります。ご存知スタンハンセン、開幕戦バトルロイヤルでブッチャーを下し100万円を獲得いたしましたスタンハンセンであります。さあ今シリーズのハンセン、どういう戦いを見せますか。新春早々のバトルロイヤル優勝は一種の景気づけでありましょう。三冠そして世界タッグ、またいつか訪れるであろう奪回のチャンスを狙って戦います。スタンハンセン腕を絞り上げます。マークヤングブラッドの腕を絞り上げますスタンハンセン。そして今タッチ、全日本マット初登場ビッグジョンノード、そのビッグジョンノードにチョップを打っていきます。マークヤングブラッド、ヤングブラッドのお兄さんであります。チョップを打っていった、軽快なチョップ、このチームの持ち味であります。トリッキーな動きを見せることができるか、大型チームに相対します。マークとクリスのヤングブラッド兄弟、先発はお兄さんのマークヤングブラッド。リング上大きな体、198センチ、138キロ、身長ではスタンハンセンを3センチ上回りますビッグジョン・ノード。リング中央グランドでのサイドのヘッドロックに切って取っていますビッグジョン・ノード。さあ解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、全日本マット初登場のこのビッグジョン・ノード、開幕戦からご覧になって馬場さんの印象から伺いましょう。そうですね、はい、まだ全然全日本のリングに慣れてませんのでね、しどろもどろしているような気がしますね、まあ、いろんな技はあるんでしょうけどもまだ見ていませんしね、まあ、この体ですからね、体だけでその押していけるとは思いますけども、これに、大きな技がねあるともう無敵だと思いますがね、その大技を今日この高知のリングで出してくれるんでありましょうか。ビッグジョン・ノード、全日本マットはこれが初登場。ロープに飛ばします、ハンマーする、強烈なキック、フロントキックでクリス・ヤング・ブラッドをなぎ倒しました。ここでハンセン登場、ハンセン登場、入れ込んでいますスタン・ハンセン、そして強烈、叫びを上げてのエルボー、そしてスリーパー、クリス・ヤング・ブラッドの顔面をねじ曲げますスタン・ハンセンであります。まあ、馬場さん、ハンセンは現在は、まあ、丸腰ではありますけれども、当然今年も世界タッグあるいは3冠のタイトルにはトップコンテンダーとして絡んできますね。そうですね、今ねやっぱり世界中探してもこの人ほど素晴らしいと言いますか、技も力もスピードも揃った人はいないんじゃないかと思いますがね。そうですね、そしてなんといってもいつの試合も気が入っていますよね。そうですね、そしてクリスが飛んだ、逆にエルボー、気合十分スタンハンセン、ノードの足が待っていた、タッチで登場ビッグジョン・ノード。モンタナ州立大学時代はアマレス全米選手権で第4位に輝いたことがあります。元プロフットボーラーでありますビッグジョン・ノード。さあラリアット、これは空振り、逆にチョップ、水平打ち、逆水平、2発3発、クリス・ヤング・ブラッド、お兄さんのマークにタッチ、ヤング・ブラッド。さあそしてあっと兄弟で蹴っていきました。さあノードに攻撃を仕掛けます、マーク・ヤング・ブラッド。血を分けた兄弟の絆はいかなる強力な相手でも断ち切ることはできません。しかし体格で上回りますスタン・ハンセン、ビッグ・ジョン・ノード組。マーク・ヤング・ブラッド捕まりました。今太鼓を鳴らすのは弟のクリス・ヤング・ブラッド。場内のお客さんの拍手を求めます。そして劣勢に立っているお兄さんを励まそうとしています。馬場さん、このヤング・ブラッド兄弟、お父さんもそしてお兄さんもプロレスラーだったんですね。そうです、お父さんはリッキー・ロメロ、そしてお兄さんは若くして、まあ、溶接と言った方がいいでしょうか、非常に素晴らしいレスラーでした、ジェイ・ヤング・ブラッド。82年の世界最強タッグにリッキー・スティンボートと組んで参戦して、開幕戦後楽園ホールでしたが、ハンセン・ブロディ組と素晴らしい試合をやってのけましたね。そうですね、あのジェイ・ヤング・ブラッドの弟にあたります、マークとクリスのヤング・ブラッド兄弟。この2人が初来日を果たしたのは、そのジェイ・ヤング・ブラッドが活躍した82年の最強タッグから遅れること5年、
87年の世界最強タッグでありました。今5分が経過したところでスタン・ハンセンが登場。太鼓の音でマークが蘇るか。逆水平スタン・ハンセンに打っていった。そして今度はしかし裏返します。スタン・ハンセンの豪快な攻撃。さあハンセンがマークを対角線上、強烈なエルボー抑え込む。カウントが入る。カウントは2。早い段階で勝負を仕掛けていくか。こういった感じのどちらかというと大柄ではないチームに対しては非常に早い仕掛けを行いますスタン・ハンセン。今日はどういった試合をこの後展開するんでありましょうか。さあビッグジョン・ノードが出てきました。ここでタッチして登場ビッグジョン・ノード。さあ馬場さん、現在テッド・デビアスが首の負傷、そしてハンセンのパートナーとしてはジョニー・エースや、あるいはですねダニー・スパイビーがいまいち伸び悩んでいる。このビッグジョン・ノードは大きなチャンスですね。そうですね、まあそのつもりでハンセンも連れてきたんでしょうけども、はい、こうやって見てると今一つなんかこう動きというか技という点で、ちょっと足りないような気がしますね。スタン・ハンセンの正パートナーとして、まあ、自他ともに認められるようになるにはやはり多彩な技が必要ですか。そうですね、さあ今のところまだ打撃系統の技パンチあるいはキックばかりが目立っていますこのビッグジョン・ノードでありますが、どういった大技を出してくれるのか、この辺注目したいところであります。もちろんこれは背中越しスタン・ハンセンも見ていることでしょう。ボディスラム投げ捨てました。ここからどう攻めるビッグジョン・ノード。再開します。手を上げました。右手を上げました。対角線走って、あーっとこれはニードロップ失敗。ハンセンがすかさず入るエルボー失敗。攻撃が分断しました。弟のクリス・ヤング・ブラッド登場。さあスタンに対してジョップ、スタンに対してジョップ。ハンセンに勝った。こういった攻撃にはハンセン激励に触れた。さあ逆にキックだ。チョップチョップ、もう一回チョップ。クリスが一人で頑張っている。さあもう一回クロスチョップ、ダブルチョップ、十字チョップ。逆水平クリス・ヤング・ブラッド頑張っています。186センチ106キロ、小柄なクリスが大柄の2人を相手に今度はフライングのチョップを見せました。そして今度はコーナーサイド、トップロープに上がります。ビッグジョン・ノードめがけて今度はチョップを持っていった。独特の打ち方であります。さあカウントが入る。カウントは2。スタン・ハンセンが入りました。フォローに入りましたスタン・ハンセン。さあ兄弟2人がかりでマークとクリスが飛んでいった。2人がかりのクロスチョップ。さあもう1回ビッグジョン・ノードも倒していきました。さあスワンダイブ式のボディープレス、クリスが飛んだ。カウントが入る。ハンセンフォローした。ここで分断した。これは怖いぞ。ハンセンの激に触れたボディスラム。ビッグジョン・ノードがカバーに入ります。この辺りもう一つ技が欲しいところでありますビッグジョン・ノード。さあリング上はノード、リング下はハンセンがマークを痛めています。さあキック、これはかわしましたクリスが。さあクリスがロープに飛んだボディープレス、これは捕まえた。そのままそのまま倒しました。そのまま倒しました。ハンセンが激を飛ばす。さあダイビングのギロチンドロップ、ギロチンドロップカバーに入ります。入り降りしたギロチンドロップ。これでカウント3。ハンセンが戻りました。最後はビッグジョン・ノードのジャンピングしてのギロチンドロップでありました。馬場さんいかがですか。そうですね、まあ、ハンセンのラリアットは見れなかったのが、まあ、見てる人たちには残念だと思いますけども。そうですね、まあ、ノードもねやっぱ体力の差、はい、で、まあ、今押し固めてしまいましたけども、もうちょっとノードにもいろんな技が必要だと思いますね。やっぱり今日は小橋これらに向かっていくにはね、まあ、相手が割と小柄なヤングブラッド兄弟だっただけにもっと思い切った技が見られるかと思いましたビッグジョン・ノードではありますが、その期待に沿うことはできなかったようであります。